皆さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、今週も始まりましたが、いやもう日本のニュースはね、もうフェイクニュースで持ちきりですね。まあね、いまだに森友問題やってるんですか。まだやってますね。もう何週間この話をしてるんでしょうか。いやでももうこれでそのね、昭恵夫人の関与がないってのはまあ最初から分かってたんですけど、だって職務権限ないし、詐欺師に騙して小学校の建設用地に連れてかれて、で田んぼできるんですかって言ったら、いや学校ができるんですって、そのやり取りをね、なんかもう前に進めてくれって言われたと強弁されて、本人もね好きで言ったわけじゃありませんと、はい、でそれを忖度して8億円値引きなんですか、はい、ありえないですよね。隣の公園は14億円だぞと、よく考えろみたいな話なんですけど、はい、まだやってるんですよね新聞がね。この査読能力のなさって異常ですね。いや意図的でしょうね。分かってなくてやってるんだったらもう救いようがないですけど、はい、いや救いようがないというかね、まあそうですね、はい、まあバカなのかもしれません。あどっちなんでしょうかね、うん、あの9対1の法則なの で、ね、あのまあ、作ってる人は真面目にやってるんですけれども、はい、ね、最近なんか面白い本で、あの学のあるバカみたいなのが出ましたけれども、あなかなか面白かったですね。あ、まあ、学はあるけどバカな人はいっぱいいると、うんうんうん、まさにエリートが集まるとバカいなみたいなね、はいはい、感じですよね、はい、まあ大体その大学の偏差値で決めてるんでしょうけど、まあ、大学の入学にはテクニックがありますからね、うん、テクニックを極めたからといって必ずしも頭いいとは限らないという、うん、まあ、非常に単純な結論ですよね、うん、はい、まあ、大学で習うことがだから世の中に出てね、あというか大学の入学試験に通るスキルが世の中に出て通用するかというと、まあ基本的にはそんな世の中甘くないということなんじゃないかなと、うん、ね、ということでもう本当にね、その、まあ、森友学園のフェイクニュースのみならず、はい、ね、このエリンギ問題、ね、そうなんですよ。エリンギ北京に行くでももうミスリードしまくってんですけど、こっちの方が大きいですからね、日本にとっても ね、なんかね、あの日本的には安倍さんの点数にはしたくないみたいで、日本的にはというか日本のマスコミ的には、うん、安倍さんの点数になるんですか。だからこれエリンギがね、あの北京に行ったのは、要はそのアメリカがボルトン爆弾しちゃったんで、やばいじゃないですかボルトン、はっきり言って、だってあの机の上に新刊抜いた手榴弾を置いてたような男ですからはい、はい、いざとなったら投げつけるみたいな感じだと思うんで、ちょっとエリンギビビったわけですよ、でビビって、でちょうどそのチャイナを蚊帳の外に置いといたんで、エリンギはね、もともとね、で蚊帳の外に置いといたチャイナに、あもう一回復帰するチャンスを与えに行ったんですよ、行ったんですけど、一応その中華皇帝、習近平様のですね、誕生をお祝いに、はい、中華皇帝就任のお祝いに行くっていう体で朝貢外交を思いっきりやったんですよ、でこの辺はねちょっと詳しくはですね、関平さんの実はそちらの方でね、はい、特番撮ったんで、関平さんの方はすごい面白い、今度の新刊、なぜ中国は民主主義になれないのかっていうのかな、すごい面白いですから、それ読んでいただければいいんですけど、まあ、朝貢外交しに行ったわけですよ、でエリンギが要はそのボルトンビビリ、ね、そしてチャイナに行き習近平を動かしてるわけでしょ、でそのボルトンはあのチャイあのアメリカがね、はい、そのティラソン辞めさせてボルトンにした理由っていうのは、これはもうマクマスターごめんなさい、マクナスマスター辞めて、そのね、あのボルトンした理由っていうのは、もう本当に対話と圧力の圧力ですよね。そうですね、ガチで圧力かけてる、でこれ決裂したら何もやらないよみたいな感じの圧力じゃダメなんですね。そう、決裂した先にはもう武力行使があるよっていうことを見せるためのやっぱり人事だと思うんですよね。ですよね。で、はい、それをやったのは当然その日本とも連絡取り合ってやってるはず で対話と圧力ということで一貫してますよね、でそういう意味ではその日米のまあ同盟が強固だからこそ、はい、まあ、今回エリンギがこれだけひるんでるっていう部分もあると思うんです。日本がこれが鳩山内閣みたいなだったら、アメリカってどうしようかなって感じになっちゃいますよね、はい、日本なんかもうやばい、もうこんなんいいやってなっちゃうんですけど、やっぱその安倍のために頑張ろうみたいな風にね、トランプさんやってくれてますから、だからそういう意味で安倍さんかなり点数稼いでるはずなんですが、その外交で安倍さんの手柄にしたくないばっかりですね、日本が蚊帳の外だみたいな変な報道が相次いでるんですけど、どうですかこれ。それも一理あるかなと実は感じている面もあって、はい、ちょっとね、その例えば、ま、米朝会談をするっていう話にしても、はい、まあ、日本にその事前の根回しっていうのもかなり直前だったという話もありますし、はい、あとやっぱりね、なんかオバマさんとご飯食べに行った後に、ね、はい、あの輸入制限の話でなんかトランプさんかなり安倍さんにこう厳しいコメントしましたよね。ああオバマと飯食いに行くんじゃねえ。いやそこは言いませんけどね。あ違うの、そっちじゃないの。ちょっとあまり信じられないみたいな趣旨の話をしていたことをちょっと鑑みるに、若干ね、ちょっと私たちはその希望的観測として、
トランプ大統領と安倍さんは非常に強固な信頼関係があると、あれだけ長い時間ゴルフもしてるからという、うん、希望的には思ってはいるものの、うん、まあ、そこまで過信していいのかどうかっていうのもちょっと感じてはいる、ね、まあ、アメリカもアメリカの国益のためにやってるわけですからね、はいはい、まあ、ただ安倍さんとトランプさんの蜜月関係というのはあのゴルフだけじゃなくてですね、もうほぼ毎晩連絡取ってるっていう点がね大きいんですよ。でしかも今アメリカ側から連絡がかかってる、あの日本に連絡があるみたいで、はい、当初30分の予定が、まあ、1時間とか1時間半に伸びたりし してしまうこともあって、まあ、その連絡関係はあることはこれ事実で間違いないようですね。で、まあ、今回 その輸入制限に関するものについてはね、はい、一応これはあの、まあ免除になった国ね、例外措置になった国はどういう国かというと、はい、アメリカと FTA のある国は全部免除になりました、だから韓国も免除になったんだけど、でも韓国はその代わりやられましたよね、アメリカにそのとガツンとね、はいはい、もろもろあの その他の問題でガツンとやられているので、はい、まあ、果たしてあの例外措置が良かったのかどうかってよく分かんないですね。あと、まあ日本に関して言うとこれから TPP の再加盟交渉があるかもしれないので、はい、まあ、そういうのも含めての対応だと私は思うので、まあ、そういう意味で言うとね、そのマスコミが作りたい構図としても日本が無能で安倍さんが何も分かってなくてっていうのはもうさすがにちょっと違うなと、まあ、あのそれなりには頑張ってるし、私はあのなんか歴代の総理大臣よりよっぽど安倍さんはやってると思いますよね、はい、だ今回だからエリンギの動きっていうのも、まあ、日米蜜月が崩せなかったというところから来てるのかなというのはありますね。まあ、蚊帳の外になりかねないということは常に考えておくべきだと思いますけどね、はい、まあ、アメリカとだからそのチャイナで、ね、あの話し合ってやられるところが、チャイナがとりあえずね北朝鮮自ら蚊帳の外に置いてきたんで、で蚊帳の外に置いて一回干しといて、はい、でもう一回戻れますよってこうね、要は北朝鮮がむしろチャイナを手玉に取ってるんですよ。いや、あの中国という大国と、まあ、北朝鮮って今ねあの名前は大きいですけれども、はい、まあ小国ですよね、今がね、やっぱり規模的にはね、その軍事力にしても、はい、その国民のあれにしてもね、はい、でそれがあの対等どころか、まあ、かなりその堂々たる雰囲気を醸し出して会ってるっていうことだけでもなんかやっぱりすごいなと思いましたけどね。まあ、ただ倉山満に言わせるとね、ヨーロッパ あのまあバルカン半島の歴史は、はい、小国が大国を振り回す歴史なんで、なるほど、そう考えると北朝鮮がチャイナ振り回すっていうのは、まあそんなに珍しいことじゃないかもしれないですよ、はいはいはい、実は ねそうそう。でもまあ偉大なる将軍様としては、はい、もう小国が大国を手玉に取っていても国内的にプロパガンダするでしょう、ね、でそうそう、で習近平の方は、ね、あの我が兄弟北朝鮮が俺 あの皇帝就任祝いに朝貢に来やがったぜっていうことをやるわけで、はいはい、お互いにこれはメリット、ね、はい、で北朝鮮もあの単独でアメリカと対峙するにはやばいので、チャイナを一応ご図面につけるっていう意味では今回の交渉があるんですけど、まあ、そういう形でチャイナを引っ張り出したっていうのは、はい、まあ、これトランプ大統領による圧力の賜物ですよね。そうですね。で、まあ、日米ががっちり連携してて、はい、そこにまあ齟齬はほとんどないので、まあ、そういう意味では非常に我々も貢献してるなと。問題だがこの貢献をですね結果に変えられるかどうかですよね、まあ、日本としてはもうね拉致被害者返してもらわなきゃ話にならないわけで、まあ、それができるかどうかというのはまたこの次のステップなんですけど ね、はい、まあ、ただこれだけ安倍さん活躍するとね、地上波とかそういうのはもう安倍さんのこの外交をディスるために、逆にそう、その今桜林さんが言ったような懸念とかいうレベルじゃなくて、もう全然ダメだみたいなプロパガンダをしたいんですよ。もう安倍さん何やってるか分かんないみたいな風にしたいんです。むしろ意味分かんないみたいな、そっちにしたいんですよ、はい、でちょっとあるちょっとね、はい、あの文化人の方がね、はい、こういうちょっと番組でこんな論調で行こうとしてるんですけど、はい、なんてコメントしたらいいんでしょうって言われて僕は今みたいな話をしたんです、はい、あの結果的に安倍さんの点数になってしまうような今現象が起こっているので、それをだからディスって潰したいんでしょうと。だからあのエリンギを動かしたものは何かと、でそれはアメリカの圧力と、はい、アメリカの圧力の源泉は何かというと、この同盟国ですよ、はい、で同盟国って日本だけじゃないですけどね、はい、同盟国の結束ですよ、でその同盟国の結束の中で結構大きな役割を果たしたのは日本、これはもう事実ですよね、だそういうことはあんまり言いたくないんじゃないですかというふうな、なるほどと、じゃあそういうコメントしますって言ってくれたんで、これで1個そういうコメント入ります。そうなんだ、よっしゃ、はい、地上波を陰ではやつのこと大事ですよ、裏で糸引いたのかみたいなね、こんな感じでねやってるんですけどね、はい、はい、でその安倍さんがそうやっていろいろその北朝鮮問題とかいろいろ頑張ってるところからねするとね、もうそうするともう背後からやっぱり、ね、弓吹くやつってのが出てくるので、後ろから撃つ人がね、そうですね、あのぬかが破壊長に内定している竹下さんからですね、はい、あの次期総裁選では岸田さんを支持するかもしれないとか、はい、抜かしてるんですよ、はい、でその岸田さんはですねもう増税慢性、ね、そしてあれでしょ、金融緩和やめるとか、もう恐ろしいこと言ってるので、はい、もし岸田内閣が誕生したとしても1年以内に終わりますね、これだと、うん、でも岸田さんはなんか、あの国民のためとかじゃないみたいなんでいいんじゃないですか。え、そうなんですか。だって既得権の代弁者なわけでしょ。は
だから彼にとっての国民というのは既得権者ですよね。あの左翼の皆さんにとっての国民というのは自分たちに投票してくれる人っていうのも同じで、岸田さんはだからその自分を支えてくれる勢力のために頑張るみたいな。でも支える勢力が、はい、その岸田さん自身が選択する政策によってね、その多分もう国民はもう途端の苦しみになるわけですよ。アベノミクスの恩恵全部剥落するんで、でそれでもう不満とかうわーってきますよね。そこからその岸田さんを守りきれるかというと、多分僕は守りきれないと思いますね。自民党政権もああいう形で一回倒れたわけじゃないですか、総内閣だと、はいはい、で麻生さんも経済政策失敗したわけですよ。彼の最大の失敗は金融政策に対する理解が全くないこと、これが原因ですけど、岸田さんはもう金融政策どころか財政政策にも理解がない、だからまあ1年持たないだろうなと思いますね。でそれで自民党自体がそれ下手すると崩壊してしまう可能性が、はい、谷垣さんみたいな人が出てきて、まあ、その分裂しないようにこうってガッとこうね、はいはい、抱えればいいんですけど、あの支えきればいいんですけど、谷垣さんの唯一のまあ貢献というかですね、まあ功績というかは自民党を割らずになんとか野党時代持ちこたえたことですよね、はい、あれによって今回の安倍政権というのは、ね、長期政権があったわけです か、 だからそんなことができるかどうかね、はい、だそういう利権集団に対してそのまあ中堅を演じるのはいいんですけれども、その利権集団自体があなたを守る力ないんだよと、結局世論の力がないと、ね、政権で支えられないですから、多分新しい内閣ができて、で安倍氏ねって言ってるやつが一時的にこうね、バーッとこう支持するの支持率は高いかもしれないですけど、もう経済政策でしくって速攻支持率下がって、鳩山かポッポポッポッポッポみたいな感じで岸田ポッポみたいになっちゃうかなと。経済の影響がすぐ出るかどうかっていうのもありますよね。まああのね、おそらく、円高にすぐなります。ああそうですか。為替相場とかはもうすごい現金なんで、あと被ってくるでしょうねみんなね。ああじゃあかなり劇的に変わる、人によって変わる。増税緊縮でかつ金融緩和やめでしょ。だからそれが悪い方向に行くなというふうに思いますね。でそういう意味で言うとね、はい、あ先にこっち行った方がいいかな。はい、要はね、ごめんなさい。あのこの間あの岩田紀行先生がね、はい、あの日本放送ザボイスに出演されて、はい、高橋先生と対談されたそうですけど、でその中でねあのおっしゃってたことを日経新聞はバカなんで、あのちゃんと記事にできてないんですよ。であの簡単に言うと、はい、その金融政策で何が大事かというと、はい、コミットメント、ね、でそのコミットメントって何かというとレジームなんですよ、はい、レジーム転換ね、はい、要はそのまあ何つったんですかね、その人々の期待に働きかけないと意味がないんです。でその期待に働きかけるっていうのは、例えばインフレ目標を 2% にしたらいいのか 2.1% にしたらいいのかとか、あんまりねそういうね細かい数字のこと言ってもしょうがないんですよ、ね、あの国債の年間改定を例えば80兆にしますと、はい、80兆って数字にはそんなに意味ないんですよ。それまでの状況と比べてギアが上がってますと、あで上がってるし足んなかったらもっとやりますっていう、そういうベクトルを見てるんですよ人々は。だからよく私が冗談でね、はい、常年司を日銀総裁にすればね、確実にデフレ脱却できます、半年でいけますっていうのは、もう俺が何やるかみんな分かるじゃないですか。うんうん、例えばじゃあもう国債買える100兆とか言って、じゃあ足んなかったらどうするんですかって言ったら、300兆買うに決まってんだろとか言って、もう帰ってくること分かりますよね、はい、僕は普段どんなこと言ってるか、はい、それに影響されるんです。なるほど。だから私がそこで100兆っていうか300兆っていうかっていう、あんまり関係なくて、はい、こいつなら多分こうなったら次こう来るだろうな、はい、こうなったら多分次こう来るだろうなと。はい、もう達成するまでやりそうだな、こいつはマジでと、はい、しかも手段も選びそうにないなと、もうあの究極じゃあお札バイキングでとか言っちゃうわけですよでしょ。それがまさにこのレジーム転換のコミットメントなんですよ、はい、これが大事なんであって、だからその国債買い入れを80兆にします、はい、ね、90兆にしますと、その金額はあんまどうでもいいんですよね。80兆で足らなかったら無限に増やせばいいじゃないですかみたいなことを言う人、はい、でそれは状況を見て足らなきゃやりますよと、3ヶ月見て上がらなかったらもう一回あげちゃいますよと、買える額をね、はい、で最悪も国債全部買って金融機関困る、それはうち の、 あの管轄じゃないで金融庁に聞いてくださいみたいな感じでバックれるぐらいのことをやる人だと、これはやっぱすごく影響があるんですよ、はい、でその黒田総裁のね消費税増税について、はい、あの岩田先生は非常にこうまああの非難したというのは、これ理由は簡単で、そのコミットメントが揺らぐわけでそういうことすると、日銀はだってあれでしょ、あのインフレ目標を達成するために金融緩和ガンガンやろうとしているのに、その金融緩和の効果を阻害するような、ね、増税をした方がいいみたいな発言を総裁がしたってのはこれまずいし、はいはい、そもそも日銀総裁っていうのは、金融政策に対する手段の独立性を持ってるだけで、財政に対して口出しできる権限はないんですよ、はいはい、越権行為である上に、かつその同額的整合性といって、そのこのコミットメントに反したことをしちゃうわけ、うんうん、そうするとみんなはこれ景気悪くなるなと思っちゃう。だからさっき言った岸田さんが総理大臣になったら逆のコミットメントするでしょ。あ、これ良くないってことですね。でしょ。で、はい、増税だってほら財務省はだってね 10% でも足らないとか言ってるから、将来的には消費税30何%にしなきゃいけないとか言ってますよね。それやっちゃうかもしれないですよ岸田さん。
財務省に言われるがままに、ね、それだけでね、もうね、もう寒気がしてくるような感じがしますよね。だから岸田逆コミットメントな状態なんですよ、ね、今彼の発言を聞いてる限りは、はい、私とは反対のことを、ごめんなさい今マイク触っちゃった私とは反対のことをやろうとしてると思うんですよ、はい、だからそういう人が総理大臣になったら実際にどんな政策やるかとかいうよりも将来的にそっちに行くだろうなっていうことで、もうその期待が働いた瞬間に市場は速攻反応するんですよ。で市場が反応すると最終的に何に影響が出るかというと金利に影響出るのね、うんうん、で金利に影響で出るとこれは金融機関の態度が変わると、で金融機関の態度が変わるとで企業の資金繰りって大体まあ金融機関が関係しているので、はい、企業の将来に対する投資態度が変わると、うん、ね、で市場ももう当然とっくに変わってますから、市場が変わるともうクラウドファンディングみたいなところからまあうまくいかなくなるんですよ、うん、で最終的に企業のマインドが変わってくると雇用に対する考え方が変わって、うん、でお給料に対する考え方が変わって人々の財布の紐がどんどん固くなると、ということで、あの岸田さんを総理大臣にしたら財政再建はできないと思います。できないし、岸田さん自身が自分で自分の首を絞めて1年で退場するから、うん、でそれで、まあ、1年でも総理大臣やった偉大な政治家ですってその名誉職のためにだけやるんだったら岸田お前ふざけんなよって、まあ、よくそういう人いますからね。そう話なので、まあ、政治家たるもの総理大臣目指してもいいんですけど、総理大臣になってから何をするかと、そうです、本来ね、いうことですよ、うん、なので今岸田さんっていうのは まさにその逆コミットメント状態です、はい、なるほど。でこれをね、その世の人は全然分かってなくて、はい、ね、金融緩和をしてもちっともインフレが起きないじゃないかっていうんですけど、それはコミットメント足らないんだと、なるほど、端的に言うと私よく言ってますけど、はい、80兆円足らないんだったら160兆、そんなも足んなきゃ320兆、そんなも足んなきゃ640兆、足んなきゃいくらでもやりますって言ってればいいんですけど、黒田さんはそんなこと全然言わないじゃないですか、うんうんうん、もう今でも十分聞いてて、うん、いずれ上がってきます、で消費税は増税した方がいいと、はい、これじゃコミットメント弱いですよね、うん、でしょ、だからやらなくてもいいんですよ、あいつならやりかねないと思われれば勝ち、うん、ね、なんとか信頼できないお医者さんに見てもらってるみたいな、あ、そうですね、うん、そうです、そんな感じ、ね、だからまあ、あの基本的にはですね、その期待に対する働きっていうのを重視するんです、うん、これがリフレ派なんですけど、うん、みんなアホなんで、金融緩和したけどってそれは80兆円しかやってねえし、うん、はい、かつその80兆で打ち止めみたいなこと言いまくって、うん、かつ増税も賛成してた、はい、その日銀総裁でしょ、うん、でもそんな結構まあそれでも80点ですよ、やらないよりはずっとマシだったんで、で雇用も増えたしね、うん、はい、で失業率も下がったしね、そう失業率ね今日なんか出たんですけど、2.5%、まあ、前回 2.4% だったんで 0.1% 上がっちゃったんですけど、まあそれでも低いですよ、うん、はい、でもそれでもまだインフレにならないんですよね、はい、で自然失業率何パーセントなんだっていうね、あの、あ、自然失業率っていうか、あれですね、ナイルですね、いわゆるね、うん、はい、あのインフレにならない心地よい水準のギリギリの失業率いくらなのっていうのを言われてるんですけど、まあ、これ何パーセントで見るんですか、はっきり言って、はい、インフレ率が上がり始めたらその時に初めてインフレ率の心配をすればいいわけで、失業率がこれぐらいだからもうすぐインフレが来るっていうのは考える必要ないんじゃないかなと、はい、実はあの浜田先生なんかの、はい、あのまあ所属しているというか、はい、浜田先生なんかがいるあのイエルですね、イエル学派の人たち、はい、まあ、あのトービン先生をはじめとするあの辺は、はっきり言ってナイルなんかどうでもいいじゃんと、そんな自然失業率が何パーセントでもいいじゃん、インフレ率が上がったら対策すればいいんだよ以上みたいな感じだそうです。で後で振り返ってみると、あ、フィリップスカーブなってるねと、後で見たらなってるね程度でよくて、あんまりフィリップスカーブ前提にこの辺にナイルがあるんじゃないかなみたいなことやっても、もうなんかね、そのいろんな状況によって変わるんですよ。でデフレを20年も続けちゃうとね、本当ナイル何パーセントかよく分かんないということなので、もうちょっとナイルについてギャギャ言うのやめました、やめます、そうなんですね、やめます宣言、もうインフレ率が上がった時それがナイルみたいなそんな感じかなということなので、だからそのコミットメントですよ結果的にはね、だから失業率がもうあの何パーセントというよりはインフレ率ですよ、インフレ率が 2% になるまでは別に失業率いくら下がってもいいわけですから、もうやるだけのことはやると、でそれで足らなかったら、じゃあもう今まで前提としてなかったようなことをやると、何やるんですか、お札バイキングみたいなねそれですよね、そうなんですよ、行きたいのは、はい、むしろそっちをやると、ね、まあ、今そのバイキングという名前の、ね、テレビが炎上してますけれども、そっちじゃねえと、あれが変更報道でね、大変なことになってますけれども、まあ、そっちじゃないと、はい、そっちじゃないと、お札のバイキングやるぐらいの、はい、あいつはお札のバイキングやりかねないと、うんうんうん、ね、いうそれぐらい思わせた方がやっぱいいんですよね、これがだからそのコミットメントの働きなんですよ、うん、だそういう意味で言うと今回の日銀総裁人事もね、はい、まあ、この視点で振り返ると、うん、雨宮さんが副総裁になって、はい、でその総裁のが、まあ、もし辞めたりとか病気になった時、うん、代行が雨宮さんになったでしょ、これあんまりいいコミットメントじゃないですよね、うん、雨宮さんってずっと金融引き締めやってた人だし、はい、それをまあ実務で担当してた人だから、はい、むしろ若田部先生を定席に据えた方が良かったんですけど、うん、それをやらなかったと、はい、で悪いメッセージになってますよね、うん、
それから安倍さんが今回森友問題ね、はい、その佐川さんの、まあ例の承認喚も終わってね、はい、まあほぼ幕引きみたいな状況になって何を言い出すかと思ったら消費税を増税予定通りしますと、うん、これも悪いコミットメントですよね、はい、そう悪いコミットメントがどん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 重なってくると、安倍さん本気でデフレ完全脱却する気ないんじゃないと、まあ、デフレ状態ではないですよ今、一応物価プラスになってますし、GDP デフレーターもプラスなんで、まあ、連続的に物価が下がる状況ではないですけど、じゃあ何インフレってこの程度でいいって思ってんのっていうことになっちゃうわけですよ市場の見方が、はいはい、そうすると、まあ、円高も進むし株価も今ちょっとね結構ナイーブですね。そうナイーブなの、ね、そう株価も今ちょっとこうあんま良くないのはその辺が理由かなということで、ずっとだからみんなそこに注目してるんですよ。で私も経済予想するときはこのコミットメントと、はい、そのコミットメントを本気でやるっていうこの同学的整合性ね、ここだけしか見てないので、だそこをちゃんとアピールできるようなことを経済政策しないと、これ経済政策しくると、はい、内閣は短命に終わってしまうんで、安倍内閣も例外じゃないですからね。まあ、そう自民党のね、はい、将来にも関わるわけですね。そうです、はい、自民党政権が長く続いているのも経済政策が他の政党よりずっとマシだからってそれだけですから、やっぱねおまんま食えないような ね食わせてくれないような指導者って、ねはい、いらないですからね、その辺を肝に銘じて、はいね、アベノミクス第2章始まるといいんですけどね、なんとも言えませんね、はい、ということで、はい、エリンギが北京から無事に帰れるかどうかね無事に帰れることをお祈り心からお祈りしといてということでということで、今週はこれで終わりです。また来週。